佐喜眞淳です。沖縄は好景気の中にあると言われています。しかし県民所得、子どもの貧困率、非正規雇用率、いずれも全国最下位です。県民の暮らしを豊かなものにしていかなければなりません。復帰から間もなく50年、未来志向で沖縄をダイナミックに変えていきたいと思っています。県民の命と暮らしを守り抜き、子育て教育王国沖縄を築き上げてまいります。そして県民所得を大幅にアップする、基地を確実に取り返し、その跡地に私たちの手で新たな沖縄を築いていきたいと考えています。なぜ沖縄だけがこんなにも基地の負担を強いられるのか、私は強く訴えてまいりました。しかし普天間飛行場はまだ返還が実現されておりません。今も町のど真ん中に普天間飛行場は居座り続けているんです。絶対に固定化はあってはなりません。これからも私は日米両政府に対ししっかりと訴え、基地を取り戻す、その強い覚悟で戦い抜いてまいります。沖縄らしい和を持って共に素晴らしい沖縄を築いていきましょう。はい、こんばんは、東松幸です。先ほどの動画は沖縄県知事選挙にあるの佐喜眞淳さん の紹介映像ですね。はい、まあ、佐喜眞さんのね、この動画の内容に関しては、まあそうですね、なんとか、まあ、日米両政府をなんかどうたらこうたらとか、普天間基地をもう早期返還実現みたいなことを言っておりましたね。はい、まあ辺野古に移すってまだ言ってないですけど、はい、まあなんか基地の負担を強いてあげられてるとか言ってましたけどね。まあこれはちょっと、まあ沖縄だけではないので、はい、神奈川県あたりとかも負担してるのでね、まあ沖縄だけこういうのはちょっとあれかなっていうのが言いましたけど、まあなんとかいろいろ佐喜眞さん結構なんか訴えてるっていうか、結構まあ言ってますね。はいはい、まあ次の動画は玉城デニーさん、はい、この方は辺野古新基地反対の方ですね、辺野古の移設反対の方なんですけど、その方の紹介映像を流したいと思います。ではご覧ください、どうぞ。沖縄県知事選に立候補した玉城デニーです。今沖縄は新しい時代を迎えています。復帰50周年へ向けて、アジアの経済センターとして平和の価値を希求する島として、沖縄は新しいステージへ向かおうとしています。これまでの古い政治では新時代の沖縄の未来を切り開くことはできません。今まさに生まれようとしている沖縄の可能性を県民みんなで一緒に前に進めたい。若者、女性、子どもたち、これまで政治から遠ざかっていた人たちもみんなで一緒になって、沖縄に受け継がれてきた伝統と文化を継承し、未来への可能性をさらに追求していきたい。分断を強いられる時代はもう終わりました。県民みんなで誇りを持って前に進めたい。はい、ではいかがだったでしょうか。玉城デニーさんの紹介映像ですね。はい、まあ玉城さんの動画も見ました。先ほど流しましたけど、結構なんか玉城さん結構いろいろね、辺野古については何も言ってなかったですけど、なんか女性子供がどうたらこうたら言ってまして、なんかね、古い時代がどうたらこうたら言ってましたね。はい、まあ、まあどちらかといえばなんか玉城さんの方が動画の内容は結構なんかマイナス的なことは何も言ってないですし、なんかまるで明るいような、なんかポジティブにちょっと近いようななんか動画を流しておりましたね。内容なんか言っておりました。まあどちらかというとなんか佐喜眞さんのこの映像と
玉木さんの映像はどちらかというと僕は玉木さんの方がなんかいいかな、なんかちゃんとなんか内容なんかこういう風に言ってるから、まあまあ制作は一応佐喜眞さんの方が、佐喜眞さんの方がいいですけど、僕的にはね、個人的には僕は佐喜眞さんの方を応援してるんですけど、なんか動画の映像を見てみますと、やっぱなんか玉木さんの方がなんか結構なんかまともに言ってるような感じがしますね。はい、まあ2つの動画流しましたけどね、まあこの映像は、この佐喜眞さんの映像と玉木さんの映像は一応戦隊から直接お電話しまして、動画使用許可得て流しましたので、はい、まあではこれで今日は終わりますね。はい、ご視聴ありがとうございました。では失礼します。